ははいこんにちはドラッカーを教えてくれる人を生かす経営7つの原則で業界最高業績を作り出す経営コンサルタント村瀬光介です今回このコロナのですね世界中非常に蔓延の状況でですねこの動画を撮っていますけれども今回この非常に苦しまれている経営者多い中でですね逆境勝利の経営メンタルといったことのシリーズをお伝えさせていただきます経営というのは崩れ始めるのはまず経営者のマインドメンタル精神から崩れ始めます経営者が本当に弱気になってしまってこれダメだと思うともう会社は本当に ズブズブになってしまいますますず経営者が強いメンタルを持ち、えー、これを乗り切っていく経営者との人の心構えメンタルの保ち方についてぜひ研究していただければと思います今回はですねこういったことになります逆境苦悩にポジティブなな意味を与えて転換すするるこことととがでできるといったことなんですどういうことかといいますねこれ私の大好きなフランクルさんという人の理論に基づいているんですけども皆さんが例えばこう家族で旅行に行ってる時に運転していて交通事故に遭ったりします でみ皆さんがハンドルを切ってお父さんがですね足を失ってしまったとします自分がハンドルを切って,こうやってこっち側に自分で犠牲になってで周りの人は助かったとします足を失ったああもう足を失って動けないもう自分はもう自分の人生終わってしまったかもしれないと思う人がいるかもしれませんでもですね考えてみてください自分が足を失わなければ家族の方に被害がいったらどうだったからでしょうかということです家族が死んでしまったり家族が亡くなってしまったらどれだけ悲しい思いを私をしたんだろう 私が足を失うことによって家族を守れた私の足は家族を守った代償この勲章じゃないかというポジティブな転換ができるかもしれませんと言ったことなんですですのでね苦悩というのは恐ろしいですねコロナがこれからどうなるか分かりませんこの動画を撮っている段階では市場にどれだけの影響を与えるか深い影響を今与えつつありますけど世界的な経済の打撃がどれほど続くのか分かりませんもしかしたら戦争が起きるかもしれませんそういう中でですね この逆境苦悩経営者はどうとる大事なのはそこでパフォーマンスを落とさないことです。パフォーマンスが落ちた瞬間平時でもできることができなくなってしまう経営者はいかに今までよりパフォーマンス脳内のアドレナリンを高く出してそれをた高く保ち続けるかそのためには今の逆境苦悩にポジティブな意味を与えて転換してくださいパラダイムシフト逆の転換にしてしまうマイナスにプラスにしてしまうとコロナで厳しいだからこそうち今財務体質を引き締める時期だ。 コロナで厳しいだからこそ、お客様との今、お取引をより厚くするための、お客様のエンゲージメント、忠誠心を持ってもらうためのやり方を考えるべきだ。だからこそ、コロナで厳しい、だからこそ、従業員教育をきっちりして、これを乗り切っていけるような社内体制を整えるべきだ。これ、今、チャンスだ、これこそ与えられた私にとっての試練だ、私はこれを乗り越えて、後継者として、さらに強い社長になれる、創業者として、これを乗り越えてさらに傷を負ったからこそ、本当の狼になれるみたいな感じですね。 逆境苦悩にポジティブな意味を与えて転換する私自身もこれやってるんですよ。私にとってもこれ逆境苦悩です。私はこうやってどちらかというと熱くですね、経営者に向けてのパワーコーチング、パワーコンサルティング、社員さんに向けての情熱を持ったこの企業研修、ドラッカーを教えてくれる人生かす系7つの原則ですね、人のエネルギーを活性化し、人を高めていただくような研修をしてます。ドラッカーを通じてイノベーションチームを作って、イノベーションが起きていくような研修をしてますけど、実はこんな唾飛ぶような状況でできないし、お会いできないんですよね。 一部の方とは Zoom ほか動画会議システムなどでお会いしたりできますけど私も多くの仕事が延期になったり場合によっては取りやめになったりもしています。その中でこれを今自分の人生にとってさらに自分のドラッカーの研究経営,者を経営者の経営を高めてもらうような理論メソッドノウハウの研究自分自身の人間性を高めるような研究にありよりお客さんにサービスを高めるにはどうしたらいいか。 ここうやって動画でで配信すすることもできますね私の使命というのはドラッカーの人を生かす系なのだけど本当に日本中人が生きる会社人を生かしたい経営者と人が生きる幸せな社会を作ることは私の使命ですそれにおいては今会えなくて会えなくて実際お金にならなかったとしてもこの YouTube なんかで配信してみんな見てもらうことはできるそ,れにそうすると自分の人生の内省されて深く心深まってよりこれが終わった後高い研修高いコンサルティング 高いコーチング高いレベルのですねそれが展開できる自分を深める分上に伸びれなきゃ深く深く根を張るという言葉ありますけどポジティブな意味に転換するとコツ活動力行動力やる気に満ち溢れてもう楽しくてワクワクして上がってくるんですよねで、私平常の動画より今の私の動画熱いと思うんですけれどもでですねよろしいですか逆境苦悩にポジティブな意味を与え転換して自分に受け取ってた時に足がなくなったことさえ家族を守った勲章だと捉えることができるわけです。 じゃあこのコロナ皆さんどう置き換えます逆苦悩にポジティブな意味を与えてみてくださいポジティブな意味を与えてくださいそして転換して皆さんのパフォーマンスを最大限に高める従業員さんに示すとしたらどのようなことができるでしょうかぜひご参考にしてください逆境のは逆境脳のまま終わらせちゃいけませんポジティブな意味を与え人生転換して人生にとって意義のある意味づけをすることそれで人間は必ず乗り切っていくことができます今まで歴史上の人たちもこれで必ず乗り切ってきたんですぜひご参考にしていただけましたら幸いです またドラッカーを生かしたパワーコーチングパワーコンサルティングパワー研修、まあ、イノベーションチームを作り出すようなこの情熱のドラッカーのいた子と呼ばれる私がですね直接、えー、そういう研修をしてますので、まあ、これズームとか動画会議システムでもやることができますこの時期に経営者が一番必要なものはメンターです自分を外部から言ってくれる人外部の視点で物事の示さを与えてくれてる人また高くモチベートしてパフォーマンスを上げてくれる人 ぜひあのメンターを見つけてメンターに、えー、メンターとやり取りをしながらさらに経営を向上させていってくださいご参考にしていただけましたら幸いです本日はご視聴どうもありがとうございました